1つ目、僕は家の事情と重い病気で中退してしまいました。何を？大学？高校、高校？高校は絶対卒業するって強い意志があったので、とても悔しく、中退じゃ稼げないって周りから嫌になるほど言われ、将来不安でもあります。希望はまだあると思いますか？ある。あります。ありますね、別にあ、ね。高校中退でしょ？そう、じゃこれ高校ね、多中分ね、退。学歴関係ないって関係ありますよってよく言う人ああ、そのいね、るじゃん。そマのジこれね、論争はありまガすチね。で気持ちの問題。本当確に。かに確かに。飯も食っていけないと思ってんの。もうだから稼げないって周りからもう言われまくっあ、てる。その稼ぐのボーダーが分からんけど、その人の。どこまで稼ぎたいのか分からねえ、んそけれは分ど、からんけ人ど並みにね。は絶対お金稼げるよ。楽な確仕かに事確して、ガチで楽な仕事をして、楽って、まあ、例えばさ、そう、なんていうの、働いてる、まあ、対価がいいっていうのかな。対価に見合ったとか、対価がいいような仕事にはつきづらいかもしれないけど、まあ、見合ってないまではいかないにしても、そこそこの仕事は普通に世の中にあふれるほどあるから、まあ希今。望はまだあると。そう、全然ある。その一生懸命頑張ればとりあえずなんとかなるから、本当間に違いなね。く本当になる。これは多分そう佐々そ木君とかも、う。佐々木君も中退してるでしょ、高校。俺高校中退、完全に。ほんまいい例だよね、本当確に。かにね。なんか、そまあその、の、マイナスになっちゃダメだよね、ネガティブにっていうか。俺も割と学歴、一応高校卒業してるからあれだけど、そんな頭のいい学校じゃなかったから。しかも俺別に高校卒業してから地元帰ってきて、何だよ、現場職？現場仕事っていうの？現場仕事についてるし、めちゃめちゃ過酷な労働環境だったけど、まあ、それなりにお金も稼いだし、やっぱり。過酷なだけで。まあその人次第と。やる気？そうですね。あとはもう耐えれるかっていう。これでこんなし辛い仕事をやりたくないよとかなったらね、あれだけど。稼げることは稼げるよ、別に。人並みに。さらに、まあ仕事をもうちょっと厳しいか過酷なやつ選べば、人並み以上には稼げる、ちゃんと。まあそのでも中退っていうことにこだわりがあるんだったら、そのね、高卒認定とかありますしそう、ね。俺別に受け取ったらたいいんでしょ、でし。も一応ああ、そういう中こと。卒って言ってるけど、一応取ってて、まあ別にいいかと思ったけもうど、学歴はマジで関係ない。そう関係ないですそね。の、稼ぐ一線超えたいなら、わかる。例えば1000万プレイヤーになりたいとかだったら、知恵絞ってもっといろんなことに努力しないといけないけ確かど、にね、ただ大学行ってるだけじゃ無理だそしね、高校も別に。う、だなんから、か、なんかに特化せんとあかんってことですね。そう、だけど、まあそれ目指す普通の人、例えば手取り20万30万欲しいよって、将来っていうかね、ってなった時は別にそれぐらいの仕事あるから、ざらに仕事さえ選ばなければ。そこ選びたいって贅沢言いたいなら、贅沢言ってそれを学歴のせいにするなら、まあ学歴高卒認定取っ取てったらいいね。し、まあ学歴ダの、メな人はそれでもダメだからね。そう、それね、マジありますで、ね。そこはもうマジで気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。まあ希望はあるということで。じゃあ次。私は母子家庭で育ちました。18歳です。女性ね、私は。私の父はアル中で DV をするような人でした。6年前に離婚はしています。そんな男がもし現れた時に、そいつを懲らしめる術を教えてください。どういうことだ？今18歳？ 17 今歳？18歳。18歳で6年前に離婚してるから12歳ぐらいまで、そのアル中のお父さんに苦しめられたんだじゃん。で、そういう人がもし自分の目の前に現れたとき、そう。どういう状態で現れるのかもう、DV 男。な？もう彼氏として？彼氏もそうだし、まあね、彼氏になるのかな、じゃあ。ただ、まあどういう状態でその人と、そういう人間に会ったときに対処すればいいのかっていそう、どういう対処をすればいい？う。もうそういう人嫌いってことだもんね。もうそれは、付き合わなきゃいいっ付き合わなきゃいい。てだけだけど、まあすごね。い粘着してくるような、それはもう、もうそういう、助けてもらってるし、警察とかに。嫌です、すごいです、みたいな。
その人のことを愛してるならちょっと話は別だけど、うん、大好きな彼氏がとか大好きな旦那さんがとかだったら、うん、話変わってくるけど、うん、アルコール入れてない時に本当に相談して病院に連れて行くとかさ、アルコールの、うん、あるじゃん今、うん、ありますね、うん、その瞬間かも、アルコール依存してる人に襲われてとかならもっと話は別だけどね、護身術とかそういうちょっと質問の内容が、まあ懲らしめる術、懲らしめる術が知りたい、懲らしめたいの、うん、ああそうか、懲らしめたいですか、うん、懲らしめたい、懲らしめたい、もう本当人は吹かしたいって感じだ、うん、簡単な話で言ったら格闘技始めるとかね、逆に、うん、懲らしめたいってなる、暴力触れちゃうんだからな、まあね、そう懲らしめたいだからな、うん、まあでも、まあ、恥ずかしい思いしてもらってんじゃない、恥ずかしい思い、うん、うん、恥ずかしい思いって、その自分が酔っ払って悪態ついてるとか動画に収めてその人に後から見せるとか、ああ、あなたは酔っ払ってると、あ、まあ動画に撮るとかね、動画に収める、まずそれを、うん、あなたは小酒に飲まれてる時こんな感じですよみたいな、うん、まあ、確かに動画に撮ったらね、その後警察行くなりなんなり、その人もハッてなると思う、うん、懲らしめてるっていうか酔っ払ってる時に見せたら絶対ダメだけど、うん、隠し撮りじゃないけど、まあ、ズーム打ちだけで済ませたいなら白くの時に見せるみたいな、うん、その動画をね、こんな風になってるからなんとか変われないみたいな、うんうんうん、それで感触を起こしたようならあれだけど、うんうんうん、まあ、でも結構勇気がいることだよね、それも、そうかな、はい、俺動画に収めちゃうの、まずね、まず動画に収める、うん、まあ、そこはいろんな発展ができるからな、証拠としてなるしね、アル中で壊れてるところをね、そう、まあ、今の時代携帯がありますからね、うん、何でも動画に収めて、かな、懲らしめるって言ったら、うんうん、なるほど、うん、じゃあ次、高2の男子です。1個下の子が好きなんですけど何も動き出せず時間だけが経ってしまっています。インスタの DM でまた声かけるって言ったんですけどもうそこから何もできてません。話しかけたいんですけどタイミングがなく諦めようかと思っています。どうしたいですか。あ、そういう感じ、うん、だから年代的に全然違うあれだからな、もう全然ね、吉田君だって僕ら、うん、例えば中学、うん、高2、高2か、うん、僕ら高2だとして高1に女の子だったら、うん、でも気になる子だったら、まあ、DM からスタートってあんま考えないそう、今の子は本当にね、そうなんだね、そうなんですよ、 DM から、まずそこに衝撃じゃないですか、結構、まあ、そうね、うん、確かに、でまあその同じ学校ならいいけどさ、その子は、うん、どうなのかな、他校でとか、同じ学校なんじゃない、うんうん、まあ一個下の子は、同じ学校なのに、うん、一個下の子って言って、同じ学校なのに DM で送ってるの、装飾なんじゃないだから、そういうことか、でも忘れられないと、うん、忘れられないっていうか、声かける、まあ、声かけられない、声かけるタイミングがない、話しかけたいけど、うん、タイミングがなくて、まあ、きっかけがないってことか、きっかけがない、それもきっかけを作るしかないよね、そう、でも話しかけたいんでしょ、話しかけたいけど、でもそのタイミングをもう見失っちゃってるってことか、うん、話しかけられない、その DM 送っちゃってるから、うん、DM 送っちゃってて、そっから時は流れてて逆に気まずくなっちゃってるのかな、うん、じゃあもう一回 DM したらいいんじゃないしかも素直に、あ、素直に DM ね、もうそれが一番ですね、うん、でも素直な DM 結構いいと思うけどね、うん、話しかけるって言ったけどさみたいな、うん、気になって話しかけれんわみたいな、はい、はい、まあ、ストレートにね、うん、気になってっていうか、ちょっとなんかなんていうの、照れて話しかけれんかったわみたいな、うんもう一回 DM で言ったらいいんじゃない、うんうん、ちょっと分かんないけど、まあ、もう一度 DM すると、そう、俺とタイプが違いすぎて、うん、どういう DM 送りますでも、俺が送るなら、うん、もう素直にそうやって言う、あ、そうやって言う、うん、うん、なるほどね、かなり前に DM 送ったよねみたいなごめんね話しかけれんくてみたいな、うん、まあでもそんぐらいのね、きっかけとか緊張したってなかなか話しかけれなくてさ、はい、みたいな、で逆にそんぐらいできないと、そうそうそう、女の子は捕まえれんよってことですよね、そうそうそう、あとはまあきっかけ、はい、タイミングがないとかきっかけがないって言ってるけど、それ多分言い訳だから、うん、それは作っていくしかない、自分で、ね、間違いなく、うん、なるほどな、どうすか、
アクション自分のお子さんと何も起きないんですもんね。そうそう、あ、うんまりね。でも目の前に爆弾あるけど火つけるのと同じだもんな。え、うんうん、うん、あ、じゃあ質問。はい、好きな人が、うん、教習所のジムの人なんですけど、どうしたら仲良くなれると思いますか？あー、それ俺あったわあったじゃあ、あったっていうか、うん、その教習所じゃないけど、別に教習所だったか、違う、あ、教習所何、教習所ってそういう場所なの？じゃあでも、はい、結構そのドライバー、あ、確かに、まあドライバーの人はめちゃめちゃコミュニケーション取れますよね。ドライバーの人はそのちょっとジャンルが違くて、はい、その綺麗な人とかいないじゃない、うん、だけどそのカウンタージムにいる人とか、うん、その受付の人とかで綺麗な子は確かにいた、何人か。やっぱあれって学校っていつも企業じゃん、うん、会社じゃん一個、はい、あれでお金稼いでるわけで、多分フロントにいる人たちはさ、うん、まあ、ある程度こう顔見てるというか美しい人が多い、はい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 、っていうので交わしていたんで確かに、うん、でその人にどうしたらいいですかって、どうしたらいい、でもあれ学校免許持ってるし、でもこれ女子が言ってるんですよ。え、女子が言ってるの？女子が言ってる。かわいいって言わなかった今。え、うん、好きな人が、いや自分は、え、女子女子可愛いな、女の人が言ってんだ、女の人が言ってる。ああ、なるほど、逆バージョンね、うん、で女の女性の気持ちにならないといけないの、まあ、でも確かに学あれ、まあどっちもいいや、うん、学校みたいな雰囲気じゃない、どちらかというと教習所って、うん、結構普通のね、結構何回もさ会う機会あるし、うん、まあ、俺の場合はその一回フロントに行ってファイルもらって、うん、その受け取る作業があったから、うん、割と話す機会あったんだよ俺、うん、だから結構な話で仲良くなって、その付き合いたいとかは思わなかったけど、あ、こっちも高校生だしさ、うん、だから付き合いたいとかなんなかったけど仲良くなれて嬉しかったってなった。うーん、でその人は付き合いたい、付き合いたいですよ、もう好きだから。まあ仲良くなりたい、どうしたら仲良くなれると思いますか？うん、仲良くなりたいでしょ、うん、まあ、付き合いたいってことですね、うん、付き合いたいのかな、だから、うん、仲良くなるんだったら普通に話したいんじゃない、ね、普通に話したいと思うけど、うん、男性なのか女性なのか分からんけど、うん、まあとにかく話す、うん、話して、はいはいはい。で何歳なのかな、その人は。学生です。学生、うん、間違いなく年上なわけじゃん、うん、年上だったらなんか甘えてもいいと思うんだよね普通に、うん、特に高校生学生だから、まあ多分そういうの慣れてると思うし、うん、向こうも、うん、だからちょっと甘えてもいい、全然積極的に話しかけていいと思う、うん、なるほど、向こうも大人だし多分寛容はあると思うから、はい、そこら辺は分かってくれると思う、多分慣れてるじゃない、うん、そういうの、うん、仲良くは絶対してくれるよ間違いなく、うん、そうですね、うん、仕事だしね、まあ、うん、だからそっからは分からん、はい、とりあえず話しかけてみることかな、はい、積極的に、うん、挨拶とかさ、そうですね、うん、こんにちはでもいいし、うん、挨拶から始めると、うん、またねとかでもいいしさ、うん、そういうのを積み重ねていって向こうにまず印象づける、で向こうも、あ、可愛い子だなとかかっこいい人だなとか可愛がるなとか思ってくれたらいいんじゃない、うん、そこから話広がるっていうか、まあ、ちょこっとキャッチボールも増えるんじゃない、うん、なるほど、そうそうですね、まあ、挨拶からスタートか、はい、何もしないでね、ただ通り過ぎてるだけだったら絶対何も発生しないから、何かしらアクションを起こさないと。じゃあまず挨拶から始めてください。はい。はい。